8ヶ月前の2022年5月12日、自国の輸出入の拠点となるウクライナ南部の港湾都市オデーサの同国担当者によると、国会に位置するズミイヌイ島別名蛇島の沖を航行中だったロシア軍艦艇への攻撃が成功したとされ、その戦果に注目が集まっていたよ。ウクライナの戦果には世界が注目しているからな。まあロシアの戦果が大々的に報道されることはあまりなさそうだが、ウクライナには世界各国が後ろ盾になっているもんね。ウクライナも心強いんじゃないかな。そうだね。さて今回はロシアの軍艦が次々と沈没していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアの侵攻が始まってから、ウクライナ軍がロシア海軍の大型艦艇に重大な損害を負わせた事例としては、3月24日の揚陸艦サラトフ、4月14日のミサイル巡洋艦モスクワなどにつあり、両艦はいずれも沈没させられているからね。そして5月にウクライナ側が攻撃に成功したと発表したのは、ロシアのスポーツ選手の名前から付けられたロシア海軍の最新鋭の戦闘支援艦フセボロド・ボブロフだとされており、これは情報収集や物資の輸送に従事する艦艇であるため、護艦防空能力も低かったと推察されているんだ。この戦闘支援艦フセボロド・ボブロフを攻撃した兵器も、ミサイル巡洋艦モスクワを最終的に沈没させた地対艦ミサイルネプチューンだと見られており、再度の大戦果を上げた可能性も高いね。ミサイル巡洋艦モスクワは、いわばロシア黒海艦隊の旗艦であると同時に同艦隊全体の防空任務を担う艦艇とされていたため、その損失は以後の同艦隊の行動に制限が生じる可能性が指摘されていたことからも、これがまさしく現実となったのだろうな。いわゆる自衛の護艦防空能力すらほとんど搭載していないと言われる艦種の戦闘支援艦フセボロド・ボブロフを、ウクライナ軍のミサイル攻撃射程範囲内で活動させていること自体がロシア軍の士気のお粗末さを顕著に表していたぜ。しかし、本件の戦闘支援艦フセボロド・ボブロフは攻撃後もどうにか味方の艦艇に曳航されてクリミア半島の港に帰還しており、ウクライナ側としては前述の2隻の艦艇のように沈没し完全な喪失にまで至っていないことは悔やまれる部分と言っても良いだろうね。今でも戦闘支援艦フセボロド・ボブロフの攻撃に用いられた兵器が、地対艦ミサイルネプチューンであるとは公表されていないんだけど、これまでのウクライナ側の状況を勘案すればその可能性が最も高いと思うよ。ネプチューンミサイルは R360 の型番が与えられた地対艦仕様の巡航ミサイルのことを指し、主に中型クラスとなる排水量5000トン前後の艦艇を撃破する性能を有しており、ウクライナ海軍に2021年度から配備が開始されていたんだ。つまり地対艦ミサイルネプチューンは今回のウクライナ戦争で初めて実戦投入された兵器となり、全長約5メートルの本体 250kg の弾頭を持ち、最大有効射程距離は約 300km とされているよ。蒸気の仕様から見ればわかるが、ミサイル巡洋艦モスクワは満載排水量で1万トンを超える大型水上戦闘艦であり、性能的な意味で言うと撃沈可能な力を発揮することは想定していなかったんだよな。それが故にくしくもロシア側はウクライナの攻撃で発生した火災によって搭載中の弾薬類に誘爆し、加えて荒天の影響で沈没したと苦し紛れの言い訳をしていたが、確かに地対艦ミサイルネプチューン本体の破壊力のみでは至らなかったのもあながち嘘ではないと思うぜ。ちなみにこのネプチューンはウクライナの国産兵器だと言われているんだけど、大元は旧ソ連で1983年から配備が開始されていた航空機搭載型の空対艦ミサイルクフ35をベースとしており、これを地対艦型に改修されたものなんだ。改修されたネプチューンは空対艦ミサイルクフ35に比して射程距離の延伸が図られており、約 300km と先に述べたけど、ミサイル巡洋艦モスクワへの攻撃はさらに近くから行われていることがわかっているよ。ミサイル巡洋艦モスクワに対するネプチューンでのミサイル攻撃は、ウクライナ南部の港湾都市オデーサの周辺から行われたとされており、目標から 150km ほどの距離であったと推察されているんだ。この時に実はミサイル巡洋艦モスクワ自身も港湾都市オデーサに向け搭載する艦対地巡航ミサイルによる攻撃を敢行しており、つまりウクライナ軍の反撃能力を低く見積もって射程距離の沿岸部まで接近していたことが伺えるね。ウクライナ側からすればミサイル巡洋艦モスクワは、ロシア黒海艦隊の旗艦であるという重要な目標であることはもちろんであるが、海戦壁等に同艦がズミイヌイ島別名蛇島の攻撃に従事した艦艇である事実から格好の的としてマークされていたぜ。当時ズミイヌイ島にはウクライナ軍のわずか13名の守備隊が残されていたんだけど、ミサイル巡洋艦モスクワは兵士たちに対して降伏勧告を実施した曰く付きの艦艇であり、これはウクライナ側の徹底抗戦を象徴する自責ともなっていたみたい。
その時ズミイヌイ島に残されていたウクライナの守備隊はミサイル巡洋艦モスクワからの降伏勧告を拒絶した後、かつての太平洋戦争におけるサイパンやグアム島などの島々での大日本帝国陸軍のように、玉砕した可能性が囁かれていたんだよね。その後、ズミイヌイ島のウクライナ守備隊は生存が報じられたんだけど、ウクライナ戦争の初期において同国内の士気を高めるためにあえて、そのような壮絶な最後を迎えたかのような扱いをしていたものと思われ、現在では栄光を称えて彼らの記念切手までできているんだ。降伏勧告を跳ねのけて13人で応戦したんだよね。何にせよ生きててくれてよかったよ。そうだね。まあ、確かにこれはウクライナ側の自国の士気高揚を図った戦略的な情報戦の一環だったのかもしれないんだけど、侵略者であるロシア軍への毅然とした対立姿勢を同国民全体に波及させようとしていたことが一番の目的でもあったんじゃないかな。こういったウクライナ政府側の思惑があったとしても、これまでのところ国の意図は良い方向に伝わっており、決して少なくない一般市民に犠牲が生じているとはいえ、ウクライナ国民から抵抗を止めようという厭戦ムードは全く感じることができないぜ。しかし、5月上旬にロシア海軍のアドミラルグリゴロビチ旧フリゲートのアドミラルマカロフが、地対艦ミサイルネプチューンの攻撃を受けて炎上したとのフェイク情報が一時拡散されたのは注意すべき点の一つと言っても良いだろうね。この一件は西側諸国の報道でも事実確認が一切取れなかったこと。しかもアドミラルマカロフ自身がそのリーク後も国会での行動を平然と行っていることなどから完全に誤報だったことがわかり、誰が何の意図で拡散したのかという謎が世間を賑わせていたよ。情報は重要な武器だからね。何か意図がありそうだね。単純に国会においてもウクライナ側の優位を示したいために捏造したのならば、不確実な情報の拡散はむしろウクライナ戦争の現状を正確に伝えることを阻害するものにつながり、逆にロシア側を有利にする行為になってしまうだろうけどな。ただでさえ今回のウクライナ戦争では、同国のトルコ製無人航空機バイラクタル TB2 や、アメリカから供与された個人携帯型の対戦車ロケット FGM-148 ジェベリンの戦果が強調されているけど、報じられていない自国の犠牲も多々あることは否めないもんね。まだ終わらぬ戦況の中であまりに過大なウクライナ側の戦果を誇張することは、このウクライナ戦争ですでに同国側が主導権を握っているかのような誤解を与えてしまい、今後の趨勢が同国の楽勝ムードを作り弛緩した雰囲気の情勢を生じさせる危険性もあるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、秘伝のタレについてだよ。秘伝のタレって聞いただけでものすごく美味しいっていうのがわかるよね。そりゃ当たり前だろ。秘伝のタレといえば代々引き継がれていくものだからな。その店の思いが詰まっているんだろ。確かにね。でも秘伝のタレって継ぎ足されているけど、前の残ってるタレなんかは腐っていったりしないのかな？市販の焼肉のタレも消費期限があったりするよね。そういえばそうだな。いいとこに気づいたね。それじゃ解説していくよ。秘伝のタレは実は腐らないんだ。その理由は3つあって、1つ目は、低温殺菌されているからなんだ。継ぎ足しのタレは低温殺菌されていて、マイナス温度で殺菌するわけではなく、63、68度ぐらいの長時間の高温で殺菌するんだ。焼いた焼き鳥なんかをつけることにより、タレの温度が上がるんだ。すると結果的にタレの温度が上がり、低温殺菌されているんだ。有名なお店ほどタレが腐らないってことだね。そうそう。二つ目は、糖分や塩分が高いからなんだ。蜂蜜は腐らないって聞くよね。それと同様にタレにも塩分や糖分を多く含んでいるため、菌が繁殖しやすい環境となっているんだ。それなら低温殺菌なんてしなくても大丈夫なんじゃないかな？そういうわけでもなく、蜂蜜と違って菌が繁殖しないわけではなく、殺菌しないで放置してると腐る可能性はあるんだ。つまり腐りにくい環境っていうことだな。そうだね。三つ目なんだけど、継ぎ足しで中身を入れ替わるためなんだ。100年以上継ぎ足しをしていても、中身が入れ替わるため、古いタレがそのまま残っているということはほとんどないそうだよ。継ぎ足しして使っているうちに、だいたい1ヶ月程度で中身はほぼ新しいタレに入れ替わっているそうだよ。なんだ。昔からあるのかと思って心配したけど、大丈夫そうだから、安心して食べれるね。そうだな。しかも継ぎ足しすることによって、レシピは受け継がれるから、そのお店の味はずっと引き継がれるってわけだな。そういうことだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。